僕が19歳の頃の話なんですけど、うん、千葉県のとある心霊スポットがあって、はい、その時やっぱ若者だったんで、はい、あの車の免許取り立てで、うん、友人たちと 4,5 人でそのホテル廃墟ホテルがあるんですよ、はい、千葉に、はいはい、でそこにじゃあ心霊スポット巡ろうぜって言ったんですけど、うん、で何もなかったんですよ、はいはいはい、でそこの中とか見させてもらって、うん、何もなくて帰ってきた翌日にテレビでバーってニュースが流れてて、うん、昨日千葉県のなんとかっていう市で殺人事件がありましたって、うん、っていう報道がブワッと流れてて、うん、うわ物騒だなと思ったらそこの死体を遺棄されちゃってたんですけど、はい、その場所が我々がいたその心霊スポットのホテルの中だったんですね。で僕その時のタイミングにいたんですよ。でみんな青ざめたっていう。ただもう心霊現象とかじゃないじゃん。まあ確かに心霊現象とかじゃないんですけど普通にそのガチのやつ殺人鬼に会おうとしてるちょっとずれてたらなんかもしかしたらそれあの違うよ霊現象じゃなくてあのフィジカルだよ確かに怖いわ。よかったね会わなくて。なんなら会わなくてよかった。ちょっと僕の話も一個していいですか。何あのこれ僕の視聴者はみんな知ってる、うん、俺唯一の怖い話持ってるんですよ、はいはい、大石さん多分その話聞いたことないから、うん、僕していいですか。大石さんにだけ向けてしていいですか。お願いします。これ僕の視聴者さんも知ってます。なるほど。僕が18歳の頃、はい、まあ、高校卒業したタイミングで、うん、まあ、みんな進学したり就職したりする中、はい、車の免許取ったんですよ、うん、みんなで合宿で、うん、で、まあ、せっかく車の免許取ったからちょっとねどっかドライブ行こうぜっつってその当時やっぱ心霊スポットよく回ってたんですよ、うんうん、で千葉県のとある廃ホテルに僕たち心霊スポットだから行こうぜっつって行ったんですよ、はい、ほんでそこ当時は今はもう完全に封鎖されてるんですけど、うん、当時中入れたんですよ。で中入ってまあ、うわこれ怖いね怖いねって、はいはい、いろいろ回って回って、うん、写真とかも撮って、うん、でもな結局何もなかったねっつって帰ってきたんですよ、はいはい、で別にそんな話も特にすることもなく翌日またみんなで遊んでたら、うん、ニュースが流れたんですよ、うん、事実なんですけど、うん、あの昨日その僕らが行ったホテルで死体が発見されましたって、うん、でその死体が安置されていた場所、うん、僕たちもスッて通ってるんですよ。でそれを聞いて、うん、もうみんなで顔を、いやっていうか普通に怖いよあの幽霊とかじゃなくて普通に怖い。だからもちろんね中に買って入っちゃダメだろうけど、うん、もちろんね、それ以降もちゃんと封鎖されて、うん、一歩間違ったら大変なことでしたよね。もしかしたらさ、うん、それ死体を置いた犯人だったりとか、本当にニアミスしたと思います。しかもそのニュースどこのホテルかとか絶対言わないですけど、うんうん、実際にあった事件だから、うんうんうん、もうちゃんと載ってて日付も僕の言ってる日付と合うんですよ。へーだから本当にタイミング悪かったら、まあ、僕たち4人で行ったんですけど、うん、タイミング悪かったら本当勝ち合ってましたね。